今回は、かんぽ生命を決算から解説していく。日本郵政グループの保険会社だな。ちょっと前までは CM がすごく流れてたわよね。うむ。これはかんぽ生命のホームページなんだが、亡くなってしまった時や入院以外でも、結婚や転職、引っ越しとかでも保険の手続きができるようだな。へぇ、終身保険やリタイア後の養老保険、期間限定の保険とかもやってるのね。さて霊夢、他に何かかんぽ生命で知ってることはあるか？あるわ。なんかの不正をしたかでニュースになってたわよね。その通り。かんぽ生命は保険の不適切販売ですごいニュースになっていたな。不適切販売？どんな販売をしてたのかしら？かいつまんで言うと、保険を同じ人に何十にも契約させたり、社員の筆跡を読み取って勝手に契約してたりしたようだな。それ普通に犯罪じゃないの？こんな感じで法令違反の疑いだけで1万件以上あった。認知症の人につけ込んで毎月数十万取ってた事例もあるようだ。本当にひどい会社ね。詳しく知りたい人は後で調べてみてくれ。さて、そんなかんぽ生命だが、まずは保険の中身を見ていこう。へぇ、どんな保険が何件くらいあるのか公開してくれてるのね。そしてこれが保険の種類の内容なんだが、死亡保険と入院保障が4万件でほとんどのようだな。ふむふむ。そして契約中の商品がこんな感じの割合だな。終身保険が半分近い。続いてリタイア後に保険金が下りる養老保険だな。学費保険も一定数いるみたいね。相続税対策みたいな意味合いかしらね。それもあるかもな。そして一応保険の仕組みについて説明しておく。終身保険だと、払い込み期間に毎月何万円って感じで払っていって、払い込み期間が終わってもいつでも保険金を受け取れる仕組みだ。へぇ、今後の人生の安心をお金で買ってる感じになるのかしらね。続いて今出しているのが2019年から2021年までのかんぽの保険の保険料だ。なんかすごい勢いで下がってるわね。不正でイメージ落ちて、お客さん減っちゃったのかしら？それどころではない。総務省と金融庁から業務停止命令を受けたんだ。それで新しい契約がほとんどできてないのね。うむ。業務停止命令は2020年4月に明けたんだが、それ以降も営業を自粛していたんだな。一応2021年4月に再開したようだが。ってことは、かんぽ生命の業績はすごく下がっちゃってるんじゃないかしら？ではこれからそのあたりを決算で見ていこう。よろしくお願いします。では、BS から見ていこう。BS は、その会社がどんな財産をどれだけ持ってるかってことだったわよね。うむ。会社の財産に対して、借りている分やなくなるのが決まっている分がオレンジの負債、残りの緑の分が本当の財産である純資産だったな。そしてこれがかんぽ生命の BS だ。総資産71兆円、自己資本比率は 4.0% となっている。ものすごい資産のようね。70兆円も持ってるなんてすごいんじゃない？うむ。かんぽ生命は日本6位の総資産を持つ会社だ。すごい額だな。あとものすごく自己資本比率が低いんだけど、大丈夫なのかしら？自己資本比率が低いと会社って潰れやすいんでしょ？その通りだな。あと建物とかの固定資産が非常に少ない。ではそのあたりを説明しよう。ではこれを見てくれ。右にこの前見た JR 東日本の BS を出した。JR は小屋の部分の固定資産が多かったけど、これは駅とか電車とかを持ってるからだったわよね。その通り。じゃあ薄い青の部分は何を表していた？現金とか株とか、すぐに現金にできるものだったわよね。そう。つまりかんぽ生命はものすごく多くの現金や株を持ってることになるな。じゃあかんぽ生命ってどんな現金を持ってる？そりゃ保険の会社だから、保険料よね。うむ。これがかんぽ生命の資産が多かった原因だな。そうか。お客さんから預かっている分が多いから負債が多くなるのか。それで自己資本比率が低くなるのね。その通り。銀行とか生命保険会社だと 4% っていうのは普通なんだ。やっぱり業種によっても違ってくるのね。そういうことだな。では BS の中身を見ていこう。これがかんぽ生命の資産で大きなところを抜粋したものだ。有価証券がすごく多いわね。資産の大部分はこれだったのね。うむ。もらった保険料を株や債券とかの有価証券として運用して、さらに利益を増やそうという戦法だな。そりゃたくさんお金持ってるんだから、有価証券にしてお金増やした方がいいわよね。国債とかならリスクもほとんどないだろうし。その通りだな。
ちなみに有価証券ってどんなものを持ってるのかしら？ではそれを見ていこうか。かんぽ生命はどんな有価証券を持っているか公開しているんだ。中身を見ると債券がほとんどみたいね。債券ってほとんどが国債とかで合ってる？資料に中身は書いてないが、日本郵政グループだから、ある程度はあるかもな。国債って確か持ってると何パーセントか金利がもらえるのよね。44兆円もあれば金利がたくさん入って、そこも利益になってるのね。そう。そしてこの国債がかんぽ生命が不正に走った原因の一つと言われている。え？お金もらえるのに不正の原因になるってこと？これを見てくれ。2000年から2019年までの国債の金利を出したものだ。金利がどんどん下がっていくわね。そして2015年くらいからマイナスになってるんだけど、金利がマイナスってことはどういうことかわかるか？国債持ってるとお金払わなきゃいけないってこと？その通り。仮に2000年時点でも44兆円持っていたとすると、本来は金利で8000億円くらいもらえてたはずなのに、今ではお金を払わなくちゃいけないんだな。金利が下がって今後もらえるお金が減りそうだから、その埋め合わせをしようとしてさらに保険を売ろうとした。その結果不正に走っちゃったということね。うむ。ちなみに法人用の国債は買った時点の金利でもらえる額が計算されるから、例えば10年で満期の国債の場合、この影響が出てくるのは数年後になってくるだろう。ちなみに負債の方はどうなってるのかしら？負債の大きいところはこんな感じだ。責任準備金っていうのが大きいわね。これは何なの？簡単に言うと将来の保険料の支払いとかに充てるために貯めておくお金のことだ。将来のための貯金って感じなのね。払う予定ではあるから、負債に書いてあるのね。では PL を見ていこう。PL は、会社がいくら稼いで、それだけ稼ぐのにどうお金を使ったか、だったわよね。うむ。売上に対してかかった費用を引いた額が利益といって、この割合が高いほど稼ぐのが上手ということだったな。そしてこれがかんぽ生命の PL だ。営業収益 6.8 兆円に対して、純利益が1661億円だな。確か金利の収入とかは営業利益には含まれないのよね。だから純利益で出してるのね。そういうことだ。若干の黒字が出てるようだな。へえ、金利も下がってきてて、お客さんも減ってるのによく黒字を維持できたわね。霊夢。それにはあるからくりがあるんだ。え？からくり？これがかんぽ生命の PL の中から保険だけに関する収入と保険料の支払いを出したものだ。これ、収入より支払いのがずっと多くない？倍くらいあるんだけど。そうだな。金利であと3兆円以上稼いでるってこと？確か有価証券は55兆円だから、5% 以上もらえないと黒字にならないわよね。ではそのあたりを見ていこう。これがかんぽ生命の収入にあたる部分だ。さっきも見たけど営業自粛で収益は当然下がってるわよね。そして保険料と金利の部分だ。資産運用収益が金利に当たる部分だな。え？黒字には3兆円必要なのに全然足りてないじゃない。うむ。その通りだな。ってことは、責任準備金戻し入れ金ってやつで黒字になってることになるわね。責任準備金ってさっき出てきたわよね。そう。責任準備金っていうのは今後の支払いのために貯めておくお金のことだったな。保険が満期になると引き出される。つまりそこから3兆円もお金を引き出したってことは。そういうこと。実質3兆円の赤字とも取れるな。これが黒字のからくりなのね。営業中止にしたからこんなことになっちゃったのかしら？それがそうでもなさそうなんだ。2015年の決算を見たが、この時点でもこういう状態だったようだな。保険って難しいのね。営業の人がたくさんいるんだから、儲かると思ってたわ。例えば日本生命とかは保険料の収支だけでプラスだし、保険業界というよりかんぽ生命の問題なような気がするな。日本郵政グループだから、何か特別な制限や出費があるのかもしれないわね。そうかもしれないな。今は過去の保険の遺産で黒字にできてるけど、これがなくなると本当に大変なことになるわね。保険の会社だからな。誰も赤字の会社にお金を預けたくはないだろうし、赤字になったら一気に崩壊するかもな。そうなる前に何か手を打たないといけないわね。保険はお客さんの信用が大事だからな。かんぽ生命はこの未来を恐れて、不適切営業に走った。というのもありえそうな話だな。それで信用を失ったのは皮肉な話ね。
まあ、60兆円も責任準備金が残ってるから、しばらくは大丈夫そうね。このまま3兆円の赤字が続いたとしても、20年間は持つ計算だ。資産の力はすごいな。とはいえ今後は金利も下がっていくだろうし、結構心配ね。ちなみに今年はコロナウイルスの影響か、かなり出費が減って利益は伸びたようだな。交通事故とかも減って、病院に行く機会も減ったから、保証しなくて良くなったのかしらね。あとは営業活動の停止の影響もありそうだな。そして CS なんだが、今まで話してきたことと被るから、今回は飛ばします。あるあるよね。了解です。というわけで今回は以上だ。これからもいろんな企業の決算を見ていくから、よければチャンネル登録してほしいんだぜ。私たちがとっても喜びます。それでは、ご視聴ありがとうございました。